クロウ物語、クロウ物語、クロウ物語、A, A、ブラックビューティー、ザ・オートバイグロフィオブ、A ホースは1877年11月24日に出版されたイギリスの女流作家アンナ・シューエルの生涯唯一の小説で同時に代表作にもなった。シューエルが病気療養中であった1871年から1877年にかけて執筆され、 シューエルは、翌1878年に没している。主人公である馬のブラックビューティーによる一、認証形式の物語である。イギリスの牧場で生まれ育った気楽な子馬時代に、始まり、ロンドンでの辛い馬車場生活を経て、田舎の牧場で静かな老後を送っている、主人公の自助伝的な小説である。主人公には、数多くの苦難に出会い、 また馬に対する虐待や親切を受けたエピソードを数多く述べている。各々の,の,の短い章は主人公の人生に訪れた事件を語っているが、それらから馬への思いやり、共感、待遇への理解を説いた教訓として含まれており、作者であるシューエルの馬の行動に対する詳細な観察と描写により多くの現実味を帯びた作品となっている。舞台は19世紀後半のイギリス。 牧場で生まれた美しい黒馬ブラックビューティーは母馬や牧夫の愛情を受けて育まれた。やがて人間の手により調教を受け、ゴードン家の旧舎で主人の馬車場や乗用馬として刺激されることになる。気難しいが美しい栗毛の頻馬神社、小さいけれど利口なポニーのメディーレックス、未熟な厩務員見習いの少年場といった仲間に囲まれ、 休暇の際は広大で緑豊かな放牧地で仲間たちと楽しい時間を過ごしていた。やがてゴードン一家が屋敷を手放して移住することになると残された馬や旧車の人々は散り散りになり、ブラックビューティーも数々の人手に渡っていく。そしてメリーレッグスは牧師に売られ、ビューティーとジンジャーは300ポンドで W 白爵のもとに売られることになった。 ゴードン邸の3から4倍の広さという W 邸では、伯爵夫人に適厳しく扱われ、やがて傷ついたビューティーは今度はカシ馬マ屋に売られることになった。ついで、ロンドンの辻馬車やジェリーに買われ、都会の喧騒な、暮らしながらも馬も大切にする、ジェリー一家のために働いた。ある時街角ですっかり痩せ細り、精魂尽き果てながらも馬車を引いていった神社に出会った。 それからしばらくして、ジンジャーの遺体を引いた馬車が、ビューティーの前を通り過ぎていった。さらば、いとしきものよ。ジェリーも、やがて体調を崩し、辻馬車屋を引き上げることになり、ビューティーは、穀物商人の元で重荷を引かされた。ついで再び、辻馬車屋に売られ、過労で、ビューティーもとうとう倒れ込んでしまったが、うまいちに売られることになり、わずか5ポンドで、心ある、 農場主のサラグッドに買われた。回復したビューティーに余生を遅らせるべくサラグッドは知り合いに譲ることにした。そこでの厩務員は新しく入ってきた老婆に見覚えがあった。この馬はブラックビューティーにそっくりだな。彼は今頃どうしているんだろう。そう、厩務員はゴーオードン家の少年、ジョーだったのである。老婆がビューティーと気がついたジョーに最後の住処を与えられ、 悠々自適の暮らしを送りながら、ビューティーは時々ジンジャーやメリーレックスと楽しく過ごしていた昔を思い出すので、あった。19世紀後半のイギリスは、モータリゼーション以前、蒸気機関車こそ登場していたが、交通手段としては、馬が主流だった時代である。作中に登場する、カシウ馬屋は現代で言うならば、レンタカー、辻馬車はタクシー、乗り合い馬車は、 乗り合いバスといった具合である。また荷物の運搬や農耕用、そして軍用として、馬は欠かせない存在であった。同時に馬に対する扱いについても多くの問題が生じていた。当時のロンドンはすでに過密状態で、渋滞や交通事故も少なくなかったという。若くして足が不自由となった作者は、父の送り迎えに馬車を多用したが、 その頃から馬への関心を深めたとされる。また母、マリー・ライト・シューエル、1797年から1884年は児童向け福音書のベッドセラー作家であったため、アンナは若い頃から編集を手伝っていたことも、執筆へのきっかけとなっている。シューエルは、この小説には馬への思いやり、共感、タイグルへの理解を説いた特別な狙いがあると述べている。またこの作品は、 作者が以前に読んだホレース・ブッシュネル、1802年から1876年の著書、動物についてのエッセイに影響を受けたとされる。シューエルは出版の5ヶ月後に死亡したが、小説は即座にベストセラーとなり、存命中にこの小説の成功を認めるには十分な期間があった。働く動物の窮状に対する作者の同情的な描写は、 動物の権利保護に対する関心への大きな発露につながり、特に、止めた妻の習慣の廃止に尽力したとされる。馬の立場から見た世界を自助伝形式によって、馬の人生を物語るという、文学的にも新たな手法であった。この作品の成功について、千丸友恵は特筆すべき二点として、馬による一人称形式が用いられた点、動物としては、馬特有とされる。 ドゥローの生涯を描き切った点を挙げている。小説は当初は児童向けではなく、馬に携わった人々を読者に捉えていた。しかしながら間もなく、児童向けの教育的な古典小説とされた。動物の権利保護を表面上視さしながらも、人々を思いやり、同情と尊敬の念を持って対遇する方法についての偶意的な教訓を含んでいる。後に発行された。 学生版では、さらに学習的な問題として、各々の章において、道徳的なテーマが強調されている。マーガレット・ブラウンとは、著書、アニマルランドにおいて、黒馬物語を、最初の本当の動物小説、古今で最も有名で、愛されている動物の本、そして、おそらく最後の教訓的な物語と述べている。スーザン・チッティは、 黒馬物語の3000万部以上の売り上げから、おそらくこれまでに最も成功した動物物語としている。日本語訳の書籍も数多く出版されているが、現在では入手、閲覧が困難なものも多い。記事作成にあたっては以下を参考にした。また英語版ウィキソースに原文が収録されている。黒馬物語は何度か映像化されている。以下の2作は、 アニメ作品、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。